どうも、エルザです。それでは、NIO2 やっていきたいと思います。いやー、久しぶりの収録だね。ってことで、ちょっと、心機一転して、やっていこうかなと思います。いやー、前回までね、だいぶむさ苦しいおじさんだったんですけど、汎用ということで姿を変えれるらしいんで、ちょっとキャラ変えてやっていこうかなと。まあ武器はなるべく変えずという感じかな。ということで、早速続きやっていきたいと思いまーす。あの戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。人間美濃の平定、大義である。今宵は酔え。はっ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい、そうやって、おい、ははっ。であればこれを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリで撃って身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な、ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。様はさあ、名前を授かったね。第一歩として機内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を撃たねば西へは進めん。離散で越前に向かったはいいが、遠征中に強報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。さあ、名前を秀吉と改められてたけど、まあさあね、義秀って自分から言ってたところを見ると結構名前の順番にはこだわりありそうだよね。さあ、これがどう今後作用していくのか。
光秀様、もはや藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ利光。よし、時は十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。さあ、やっていきますか。久しぶりすぎて。これ弓だね。で、ガード。で、あーだね。はいはいはい。なんかね、早速落ちてる人がね。どうやっていきますか。どんなもんだったかな。で、まあ普通に僕はこのゲームはクリアをできればいいなと思ってるんで、このまれびと召喚か。せっかくなんでこの辺りもねやって行こうかなと思ってます。まあできるだけ一人でやりつつっていう流れだけどね。無名殿は先に様子見に行かれました。私はここで藤吉郎殿と小六殿の到着を待ちましょう。秀千代殿はどうぞ先へ。無名殿の後この先追って。さあ、無名ちゃんが、お、アイテムゲッツ。はまい。我々ももうダメか。さあ、ムミオちゃんは59。早速、ムミオが言うにはやられてるね。この先に行けば安全に敵から逃れられるそうじゃ。ムミオにゆかりのある土地のようじゃが、森の中から嫌な気配を感じますの。そんな気がしますな。くれぐれも気をつけての。なんかいるね。じゃあちょっとこの79を、おい、あ、意外と避けるのね。ちょっとね、陰陽術を使うようにしたんだけど強いね。あ、ごめんなさい。そうだった、三角ボタンはごめんね。お、人間よーし。さて、なんか音がするね。いたね。よしよしよし。こだまちゃんは、はあ、どうにかしてぐるって回る感じか。
上いたね。普通にいたね。はい、弓一本無駄にしちゃったけど、47。これしゃがみってなかったもんな。突っ放し62。ちょっと欲しい。まあ爆発するからね。慣れんな。さあ毒はちょっとめんどくさい。あー武器は出なかったか。54。なんかやたら やられてる人が多いけど、なんか出るのかな。あーなんか君ね。やるな。範囲攻撃だね。はい。いやー怖っ。そうだね、カウンターをうまく使っていかないとね。いやー気持ちいい。決まった時がね、ほんと快感なんだよな。刀はね。あれ今の、はいはいはい。おい帰れ帰れ。戻る方法は下からしかないと。いや、一旦ね、それだったら。おい。52? 56。違うな、やっぱ70ぐらい欲しいな。もうこっちのレベルが。60いってるからさ。さ、戻ってきた。89の味方。なかなかいい感じのレベルやね。でなぁ、どうせいるんじゃない。いない、いそうな気がするけど。なんか今光ったね。あ君ね、すねこすりね。はいはい。さあ来い。
ちょっとね、これも使っていかんとね。やばそうやな。そうだね、できるだけ対処はしていきながら行こっかな。何も見えぬ、どこだ、何も見えぬ、どこにいる、あやかし。そこ前に来て、上がっていけたね。危ない危ない危ない。意外とね、強いからね、この子ね。いいよ、こっち来ていいよ、こっち来ていいよ、こっち来てくれ。よし、ちょっとずつちょっとずつ思い出してきてるね。先に進めそうではあるが、あっちはアイテムがあるか。外した。はい。よし。当たらなかったか。いけるよ。よし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 。89。あー、これは欲しい。59。いや、89は欲しいね。あ、ここで交換ができると。まあ、ただ2等だね。やばそう。危ないな今の。カウンターやばいね。ガーッて、いやー、6名、まあまあ、あー助かる。全開はしなかったけど、回復しちゃダメよ。よし、次は倒した。ちょっとはいいんじゃないかな。いいね。ソファイア。ソファイアで揃えるか。はあはあ、微妙だね。麺、
微妙だね。びっくりするなまず相変わらずやっぱびっくりするな、あの急に出てこられるとね。はい、はい、アイテムを、あ、ちゃちゃちゃ、こうして、そのなんだろう、狙ったのがねまだ出てきたことなくて、はい、お願いします。あ、間違えた。槍か。槍はいらんのよね。お、ショートカットがこれで作れると。あ、やっぱもうちょいショートカットやったんだね。ってことはこっちではないっていうのが分かったわけだね。なんかね、この上が行けるらしいんで、どっちが正解なんだろうね、ルート的にはね。やられまくってるねー。ああ、さっきの上ね。まずは一人仕留めて、狙えたね。はい、終わり。とりあえず始末して、あと一人いるんだよね、そこにね。意外と抜けるね。さあ、こだまちゃんが近くにいる。反対側かな、裏っぽいね。あ、いたいたいた。はい、帰る帰る。上には行けぬ感じか。いや、こっちか。なんで人が倒れてるかな、嫌な予感がするな。開けてるしな。びっくりするな、音ね。なんか出たね。やば。なんとなく予測でしたけど、
怖っ。これ知らずに言ってたらやられてたってことか。まあ玉城ゲッチュしたのはでかいね。そろそろないかな、ヤシロは。嘘だ、あの顔、まるで死んだ夫に。嘘だ。いや、親父があれはちょっときついよな。あったさあ、拝んで、ほう、やば、あー、これね。で、能力開発しますか。もうね、心上げてもね、そんなに変わってこないんで、とりあえずちょっと、あ、銃じゃない。俺なんで今銃にした。いや、しく、あ、銃でいいか。まあ、お妙術ね。勘弁、それは勘弁。おがん、それは勘弁やわ。戻りたくねえな。あ、ちょっと待った、弓が4。あー、仕入れとくか。炎、こっちはドロップか。絶対なんかいるよな、この感じは。あー、落ちたか。うん、上登ってて正解。他にそれっぽいのはいないね。なんかあるね。あれなんだろう。あ、落ちてもうたなんか、壺破壊したら出てきたね。そんでもっているね。どこどこ、今どこが反応した。大丈夫か。なんか上の方が反応した気がするが。
あとはお前か。いて、そりゃ痛い、そりゃ痛いって大筒は痛い。そうなんだよね、ミスると落ちるんだよね。落ちるよね。今回落ちてほしくないんだよね。はい、危ない。そう、それが欲しいからさ。何か出たね。被ダメージプラス8。はあ。これで、ソハイヤ、そんなに、うん、出ないね。46か。来たね、やっと刀来たね。じゃあ育ててさらに強化していこうか。やってやっと。そんでもって一バレするっていうね。そっか、小屋目が先に発動するか。さて、そういう攻撃ね。やば、氷か、しかも。やばいやばい、はぁ楽命投資か。普通に痛い。よしよし、セットして、でここ登って、どこだろうね。すっごい火玉の音はするんだけど、音はするけど見えないね。あら、まあ先行くしかないか。
そうそう、それだと助かる。はいはい、来い来い来い。カウンターむずい。これ取り押しいけんかな。いけないね。うん、当たらない。落ちてくれるわ落ちてくれると助かったんだけどな。問題はあいつだよ。よし、まあ常闇を晴らす手段が分かってるのは無理する必要ないですね。どうせあいつでしょ。見て見て見て、よし終わり。あとはよし、晴れた。なるほどね。君強すぎじゃないか。頭抜いて、でこっちも頭抜いて、ああ一つ目か。どこだ。ちょこちょこ音は聞こえるんだけどな、こだまの音。かな、まあ行こっか。さあさあガンガン攻めていこう。あ、この上っぽいな。いやー、あの袋何なんだろうね。さあ倒す。
撃たせてしまえば。65? 65。待ってたね。で、こっち回ると、あー、カラスティングがいるか。あ、違う。成功。さあ、ちょっとめんどくさい妖怪の始末はできたんで、ここを進めるのがちょっと楽になるね。だよね。こうだね。455か。もうちょい上がるといいね。で、大名メング。意外とね、ソファイア衆が揃ってないんで、正解か。これムミオちゃん。ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。この先も気を抜かないで。これは選別よ。おい、選別。あら、今回はこの辺りの日もうだ。さあ、藤吉郎たち。何それ。いや、何。ああ、もうついてこないんだね、今回は。ついてきたら最高やったんだけど。さあ、それだったら上行って。ああ、戻ってきた感じになるね。ああ。じゃあ、行きますか。こっちの一つ目がね、ちょっと気になるけど、強いんだよな、あいつ。こっち向かねえかな。
ね。危なかった今の。あ、危ない危ない。あ、温泉。さあ、湯に浸かる。とりあえず回復はできた。アイテム何が出るかな。大筒。かっけえねー見た目ね。完全に見た目が大好きな。そうだね、そこぐるってするだけだね。やだなぁ。来ないね。来たら最高だったんだけどな。回復するよね。はい。あ。いやー、君はもうね、苦手だったから。だいぶ覚えたけどね、動きね。怖っ。頭が見えとりようございますが、やべ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 、めっちゃ危ない危ない危ない。おっ、待て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 、それはびっくりする。普通に、はい、上から来るのはビビるわ。あら、取れてない。ほう、そういうルートもコンピューターちゃんと使ってくるわけだね。抜けない。ほい、いいね。砲弾が、砲弾か。どんくらい、あー7発か、まあ、それなりには溜まってるって感じか。やだな。長政めが、信長様は裏切り者を許しはせんぞ。60。盛大に10は鳴ったけど、あと1人いなかったっけ。痛そうというレベルじゃないね。あ、ここはこれで OK かな。いた。さあ帰れ帰れ。
2発65か。うわ、怖っ。さあ、一気に駆け抜けて、周りに回って、あ、はあ、で、こっちのルートに来れるわけね。なるほど。その上は結局違うところからか。まあ、いいか、仕方ない。進めよう。だって上って感じだもんね、さっきのところだとね。うん。さあ、ムミオちゃんのところを過ぎて、なんかしてそうだね、この辺りはね。ソファヤ州の装備多いし、まあそういうことなんだろうね。あやかしを誇りてしすは本部、これが我らの誇りよ。よし、じゃあ一旦切り替えて、今回ここまでにしたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。